皆さん、おはようございますえー、っとですねよく寝ましたぐっすり寝ましたで,で今で朝コーヒーしておりますけれどもあいややっぱね湖のすぐ横島で まあ一晩寝て今起きたわけなんですけどもね静かですね本当に静かですええ、あのー、多分いないでしょうねこの島他の他の人はええ、なんで私本当に一人だけ今で太陽が今上がりましてですねこう日が日がこちら側からこう照り始めてるんですけれども えー、そうですねこれから朝食、軽くとってそしたら、えー、ちょっと釣りをしてみたいかなと思っております。今映っているのがあのシェルター、えー、設営してあった場所なんですけれども焚き火跡とか消しましてゴミもきちんと回収しまして去る、えー、準備が完了しました。 でこちらカヌーになります。えー、ソロソロパドリングの時はですね、こういう感じにパッキングをします。でソロパドリングの時はあのー、座る場所逆になります。通常こちらが前方であちらが後方のあのシートになるんですけれども、後方シートには座らず前方シートに座ってあのー、パドリングします。理由はですね、あの船、ー、艇の重心ができるだけ 真ん中に来るように。する。そのするためです。はい、そうでないと、あのこの重心が片っぽに寄ってます。と、あのカヌー回りませんので非常に漕ぎづらくなります。重くなります。で、荷物も自分の体重と船の真ん中から見て、自分の体重と荷物とバランスが取れるように。できるだけこう中心に。 重いものを乗せて、えー。バランスを取るようにします。カヌーのソロトレッキングお送りいたしました。それではまた。バイバーイ